いやもういいわ。令和2年5月6日水曜日、本日茨城は最高の雨でございます。雨が降っても最高、曇りでも最高、なぜかって毎日最高だからですね。おはようございます。本日もお届けするアクチ8丁ね8丁、おまけに挟む借金移植バツイチ小持ち、型は古いがコンパクトで持ち手に便利でクールでキュートなデザインときた。待ってたろ、待ってた、何待ってた。おはようございます。本日のニュースですが、底辺の親父が言うニュースは大したことはございません。皆さん、YouTube の藤井元気先生、国際政治学者の藤井先生がやってる番組をちょっと見ていただきたいんですが、いろいろなことが分かってきました。武漢ウイルス、これね、アメリカの研究室と一緒に研究してたんですね。コロラド大学でしたっけ？おはようございます。これね、バカな僕でもだんだん最近分かってきた。アメリカも絶対やってると思う。トランプさんじゃなかったんですね。オバマさんだったんです。オバマ政権時代からもう中国と組んで武漢ウイルス研究所にとやり取りしてるんですね。もうそれをトランプさん掴んだんだよね。ありがとうございます。トランプさんの敵はもう FBI とかみんな敵ですね。なのでトランプさんが今やろうとしてることはアメリカを改革しようとしてるんです。今までのアメリカ、ただどっちみちアメリカにとってのいい、大統領なんで、日本にとっていいかどうかっていうのはわかりませんが、世界にとってはいいと私は思います。まあ、麻生さんとか安倍さんが狙ってる世界とはまた別の世界をトランプさんは見ています。麻生さん、安倍さん、安倍さんは何も見てません。で、麻生さん、二階さんが見てる世界っていうのはもうこれは恐ろしい世界だということをご気づきください。黒幕は麻生さんです。麻生さんが本当に悪いんです。だから理解してほしいな。しかもですよ、前例にとらわれず異次元のかなり思い切った大胆な経済政策って言いながら、我が国は14兆円ぐらいしか出さないんですよ。108兆円のね、経済政策と言いながら、真水は14兆円。どれだけスケールが小さいか。アメリカの大統領リーダーになりますと、320兆円ですよ。追加融資。追加のあれですよ。戦争中と同じ法律を使ってですね、国債切りまくってます。この国の政治家っていうのは自分たちのため、自分たちの格好つけるためには国債切る割には、国民のためには国債切りません。で、要はもう今日の僕の朝の麻生太郎さんのアップした、あれを見ていただければわかりますが、ここで説明するのは割愛させていただきます。本人が説明しているのでご理解ください。まあ、聞いてみてください。僕バカですけど面白いです。アホだから。ああ